パッキングしていくよ。サイです。いつもご視聴ありがとうございます。本日は明日から金土日月火4泊5日でお仕事で遠征するので、 YouTuber っぽくパッキング動画を撮ってみようかなって思っちゃったりなんちゃったりしちゃったりしちゃって、行き先は京都の東舞鶴です。ここ最近舞鶴で月1で演奏に行っています。舞鶴の引き上げ記念館の中にある桟橋カフェにて演奏を行っています。お昼12時半から1時と2時半から3時の30分間の演奏を計2回、あとは舞鶴ってあんまりジャズは結構豊かなんですけど、クラシックがねあんまり認知されていないというか、バイオリンとかあんまり聞く機会があんまりないみたいなので、舞鶴を開拓していこうと頑張っております。9月から月1で行っています。さてただいまのお時間はですね、もう2時半やんか、やばい。今日は終電で仕事から帰ってきて1時前ぐらいかな。そっからちょっと小腹が空いてからちょっとご飯を食べて、使うのです、家になくてちょっと別のところに置いてるから、それを取りに行って何々したらこんな時間になりました。大変。パッキング1時間ぐらいかな。2時半、3時半お風呂入って4時半、明日は10時の新幹線だから9時過ぎぐらいに家を出たいのね。だから8時ぐらいに起きたいでしょ。睡眠時間は3時間ぐらいってとこかな。まあね、新幹線で寝れるからよしとしましょう。それではちょっとねテキパキやっていこうと思います。うまく撮れるかな。マイトランクはこちら。ちょっとね、汚いシールでごめんなさい。台湾とグアムに行った時のシール。なんかこういうね、トランクにシールを貼るのをハマってた時期があって、それの名残ですね。すごい欠けてるけど。ただ。はい。詰めるものは下着類でしょ。4泊5日だから3日分持って行って、あとは洗濯しようかな。で、あとお洋服ね。お洋服は3日分にしようかな。何かあった時にでもちょっとおしゃれできるような一着ね。ワンピース、これかわいいな。てか最近急にあったかくなりましたよね。暑いかな、大丈夫かな。このね、最近めちゃくちゃハマっているユニクロのパンツ、同じくユニクロの。これ最近寒かったから着れんかったけど、暑くなってきたからちょうどいい薄さじゃないかな。かわいいやつ。これ結構持ってる人多いよね。かぶるね。ね、行くとき、これもユニクロよ。移動が楽ちんなやつ。このパンツでしょ？ニットの。これで移動して、これもユニクロ。この3着で4泊5日を回していこうと思います。なんか黒いなぁ。これと、これをトランクに詰める。私なんかこういうね、服買った時にもらうこの袋にいつも入れてるんですよ。パッキングってさ、このトランクの方をきっと写すよね。後で見せますね。で、洗面用具系ね。なんかいろいろ詰まったやつ。コテで、ドレス着るから、ドレスで使う髪留め類。なんかいつもワシャーと持っていくんです。もうなんか今回荷物少ない。なんでやろう。化粧道具は明日手持ちで持つとして、あ、靴ね、靴。このザラの靴がお気に入りすぎて、めちゃくちゃ履いてるやつ。ドレスはここに入らないから、別のカバンに。今回のテーマは、今月バレンタインデー好きじゃないですか。なんで、愛をテーマにちょっと演奏していこうかなと思うので、ピンクにしました。かわいい。エメです。これを、この袋に詰める。で、靴ね、靴ね。プールサイドのキラキラ靴。これはトランクの方に。で、譜面台持参型なんで。譜面台。んで、パソコンしたいから。MacBook。キンプで可愛い MacBook。終わったかな？え、こんなもん？パッキングってきっとね、もっと綺麗に詰まってるよね。ちょっと、いかんせん横着なもんで、せなくてすいません。こっち側に服とか入ってて、ヘアアクセサリー、洗面類、靴、靴。で、ここにパソコン入れーの、閉めーの、これ穴開いてるんです。で、ドレス、ここ。あ、パニエー。スカートをね、ふわってさせるやつ。
あとさっきちょろっと言ったかもなんですが、舞鶴はジャズが盛んらしくて、舞鶴にある赤レンガでセッション大会みたいなやつが結構開催されるんですね。で今回そのちょうど行くタイミングでそのセッション大会があるから、私最近ジャズに挑戦しておりまして、このねジャズの人は絶対に持ってるっていう黒本を買いまして、これをね持参して舞鶴のセッション大会に参りたいと思います。これを詰めまして、この動画需要あるかな、大丈夫かな、え、こんなもんよね、大丈夫、ちょっともう一回確認します。服、下着、コッテ、譜面台、黒本、あと黒本、靴、黒本台、セッション品類は明日手で別に持ちます。 OK です。はい、こんな感じで30分で終わった。なんかいつも動画を回してないとダラダラ準備しちゃうけど、動画回ってるからちょっと早く終わったかも。はい、そんなこんなでパッキング終わりました。3時なんでお風呂に入って4時過ぎかな、目標に4、5、6、7、8、4時間、まあ3時間半かな、寝て舞鶴へ行っていきたいと思います。ぜひね皆様、舞鶴の引き上げ記念館の桟橋カフェ遊びに来てください。やっぱ舞鶴って寒いんで、この時期ねちょっとお客様が少なくて、桟橋カフェは私がちょっと今関わっているサウンドキッチンの社長がオーナーで経営してるんでね、ぜひぜひ皆様舞鶴へ行った際にはぜひぜひ舞鶴引き上げ記念館、そして桟橋カフェ寄ってみてください。美味しいカレーもありますんで、そして月一で私が演奏に行っております。はい、それではチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。そして SNS メンバーシップの登録もよろしくお願いします。またねー。